河野光は日本の元卓球選手。1977年開催の第34回世界卓球選手権バーミンガム大会で優勝した元世界チャンピオンでもある青森県戸和田市出身。現在は青森大学卓球部監督。青森県戸和田市の運動グ店に生まれた青森商業高校時代全日本卓球選手権大会ジュニアの部で優勝。 先週大学3年時の1967年に開催された第29回世界卓球選手権ストッカホルム大会にて世界選手権初出場。男子シングルス決勝戦に進出し、長谷川信彦と対戦する。中盤までリードを保つ者の逆転負けを喫し、準優勝に終わった。大学卒業後は、ゆっくり練習できる職場を求めて出版社。 運動具メーカーなどを経て、青森県教育委員会保健体育課の技術指導員になった。1975年の第33回世界卓球選手権、カルカッタ大会では、イストバン・ヨニエルに準決勝で敗れた。1977年の第34回世界卓球選手権、バーミンガム大会に出場、男子シングルス決勝で、格役家を3から1で倒して優勝し、 世界チャンピオンになった。男子シングルスでの日本選手優勝は第30回世界卓球選手権での伊藤、茂雄以来であった。なお、世界卓球選手権では1967年から1977年までの6大会連続代表となり、1967年と1969年の団体優勝にも貢献。 男子ダブルスでは1967年と1969年にベスト4に、混合ダブルスでは1969年に広田聖子とのペアで準優勝している。1977年の世界選手権を呼び、全日本選手権優勝後は選手を引退し、母校の青森商業高校の卓球部監督として、高知業に専念した。同年10月に行われた。 香港国際卓球大会では、世界卓球選手権の決勝対決がもう一度、見られるという全評判があったが、河野は出場しなかった。日本選手団団長によると、太りすぎで試合ができる状態ではないが、主催者側に強く懇願されてやってきただけとされ、日本卓球界が、主催者側の茶番を知りながら、加担した疑いが持たれた。河野みつる、ITTF プロフィール。 ありがとうございます。